靴なんですね。靴です。僕足元にこだわってるのなんでなんですかって言ったら、人間の歩行周期の中で左右2センチずれただけで体壊れるって言われてるんですよ。たった2センチ。チェックチェックチェック、ワンツーワンツー、 DJ ポキア Remix here。 プロとか教えてるんですか？はい、スノーボード、競輪、テニス、ボーリング、サッカー、バスケ、スケボーの世界チャンピオン、ウェイトリフティングの国体チャンピオン、プロになってない子ですと野球の子もいるし、でも片やさっきのおばあちゃん、ババ様ね、85歳、ババ様は一体何しに来てるの？脊柱管狭窄症ですよ。脊柱管狭窄症とかもやりつつ、うん、はい、そういうプロの方もビシッと。そうでございます。はい、はい、まず足踏み10回お願いします。はい、1、2、3、4、5。いや、ポキアン、これはね、なかなかだわ。ここまでやってるお店少ないじゃん、やっぱり。足の形崩れていくんですよ、どんどん。なんでどんどん体悪くなっていっちゃうので。でまっすぐ立ってもらってですね、はい、で足かかとつま先ピタッと合わせてもらいます。で体ね、右左倒していきますね。前向いてね、体まず右倒していきます。で体重かかってるかどうかのチェックですね、はいはい。怪しいですね。怪しいですね。足今ふらってきましたね。ふらつきましたね。右3です。はい、右3。はい、左。左も怪しいですね。怪しいですね。左3です。うん。このバランスを、まあ、一瞬でよくします。はい、足揃えてください。かかとつま先合わせて、顔前向いてもらって、顎引きます。ここ2回いただきますね。骨盤ですよね、はい、今ね、はい。はい、体右倒しましょう。はい、反対、ね、落ち着きましたね。落ち着きましたね。手加減したでしょ。だからちょっともう一回モデルをさ、ゆっくりちょっと来てください。で前向いてもらって、体まず右倒していきますね。あ、全然安定しねえじゃん。ちょっと停止ね。はい、それ反対いきますね、はい、あ、こっちいいですね。こっちいいですね、はい、じゃあ一回ね、骨盤と二回叩きますね。顎を引いてもらってね。はい、じゃあ体右倒します。どうだ、安定してるんだ。したね、こんな感じ。ありがとう。ありがとうございます。これ何なんですか？急進性フィードバック。エヴァンゲリオンですか？何ですか？頭で100立ちなさいって指令は入るわけですよ、脳からね。これ遠心性フィードバックね。100立ちなさいってなるんやけど、うん、立てへん。100指令出してるけど、足元に届いてるのは下手したら 20%30% かもしれない。おお、そういうことか。わかります。ああ、今ここポンポンと叩くことによって一瞬神経の通りとか筋肉の反応も良くなります。で目覚ますわけですよ、ね、で 100% が 100% 届くと安定するよっていう状態です。それ自分でこうやってもいいの？自分でやってもいいですよ。結構骨盤周りパンパンでやってもバランス取れたりとか。一番やり方は、自分のやり方で言うとラジオ体操。腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。こんだけ伸びしろがあるってことなんですよ。自分で全然手入れできるんですよ。手入れできるけど、僕が施術今からやっていくことで、はい、さらに体の油が刺さってきたりとか動きが良くなるんですよ。はい、じゃあ行きます。じゃあこっち来てもらって、もう少し僕の方寄ってきてくださいね。はい、 OK です。僕落ちそうになったら助けるんでね。よいしょ。結構な、はい、結構ね、お尻の割れ目が見えるぐらいところでね。はい、おへそ前出して。あれ、これチェックですか、施術ですか？施術です。あ、体の油を刺す施術ですね。あ、油を刺すんですね、うん、刺してるんです今。刺しまくり。お、はい、これで大丈夫です。反対いきます。終わった。終わった。お尻こっち来て、はい、 OK です。頭を見てもらって、つま先上げて、でずらしますね。おへそ前出して。そう、今日だって恥ずかしいですね。恥ずかしいですね。ああ、これね、はい、何何してんの？いや、その骨盤の状況とかね、動きを見てます。ここで分かるの？はい、でも刺さってます、油。うん、あ、動いてきた。はい、 OK です。動いてきた。 OK です。はい、はい。
チェックしましたね。スクワット、はい、体のバランスチェックしましたよね。じゃあ体右倒していきますね、はい、お反対、お可動域上がるって感じ。上がったね今ね、うん、ちゃんと上がってます。さっきさパンパンってやってん、はい、あれとはまた違うことやってんの？あれは一時的なもの、すぐ効果がなくなります。今のは完全に油さしたので背骨の動きごと変わったんですよ。例えばですけど、うん、プレートが 2枚あるとします。ジェル置いてガボってしたら、うん、ギューって押した方が、うん、くるくる滑りやすくなるの分かります？ここそうそう、摩擦ね、摩擦がねなくなってね、なくなって、はい、を作ったんですよ。から動きが良くなって今可動域が広がりましたよが、背骨の柔軟性まで影響した。今は滑りを良くさせるための施術のいろはのいいってことだね。いいです、いいだね。手を加えただけ、ちょっとだけです。だから初心の患者さんはこの施術がほとんどです。プロスポーツ選手になりたい子も、うんうん、さっきの85のおばあちゃまも、はいはい、最初これみんなこれです。例えばオスグッドはうち強いですけど、膝の、ね、成長痛とかの子たちも来ますけど、最初はこれ、膝は触らないです。潤滑とトレーニングと、はあ、靴とインソールで1ヶ月以内で治ります。それでそのインソールやったり、はい、もうは1回目に入ってるの？1回目に入ってる。足の全部測ってまっちゃんの動きを全部分析して説明していって、あなたの足はこうです、体はこうですよ、こうなってこうやって治していくんですよって話なんですよ。それは今日やるの？おやりとこ取れます。やらないと尺が足らないだろう。足計測して。整骨院みたいな感じのイメージよ。ベッドがバーって並んでてさ、うん、はい終わりっつって10分15分でさ、はい、ピッて、はいじゃあ帰ってね、うん、っていう感じじゃないってことですね、うん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。僕の施術がだいたい検査と施術合わせて15分ぐらいですね。であとトレーニングが25分ぐらい。人間って治っていく過程に必ず順番があって、まず痛み腫れがないっていう状態を作らなきゃいけないじゃないですか。次可動域の確保しなきゃいけないんですよ。でここまでは医療領域、メディカルリハビリテーションっていう定義されてるんですよ、ちゃんと。でその次が筋力の回復なんです。で最後機能動作の獲得。日常生活で言ったら、例えば洗い物する姿勢がしんどくないとか、サッカー選手だったらサッカーやってる動きがしんどくないとか、競技復帰しても痛みが出ないとか、よくあるのってほら痛みなくなって競技復帰してまた痛いって言ってまた来る人って多いじゃないですか、がないっていう状態ですね。で日常生活を患者さんが普通に歩み出した時にお体がまた痛くなったって言われたら、それは治ってないです。完治っていうビジョンが甘いかな。他のお店は？はい、筋力の回復と機能動作の獲得は絶対です。お父さんこれ週1やってるんですか？週3。週3？あ、そう。ちなみに今のはどこを良くしようするための本番というか背骨、ね、後ろにそれ何か原因があったとかじゃなくて、いきなり背骨やってきてある人で、お年の体が悪い人は日頃の日常の生活態度が悪い。今度折れたからですよ。背骨折れたの？背骨で。それ今良くなってるんですか？いや、もう痛みもなくなってるし。へー、それはすごいですね。この先生がよく卒業してから幸せな人生を送れるようにっていうのが趣旨やから、だから今痛みはなくなってきたけど、はい、これから先のことを考えるともうちょっとやってちゃんと、まあ、要はここで自分の代わりに、はい、よし行こうと。それお父さんあんまりいい話すぎるからカットだな。いやでも素敵ですね。
じゃあね、今行きますね、はい、じゃあまっちゃん今ね、指全然映ってないじゃないですか。指が映ってない、もうドラえもんみたいな足になってるんですよ。かかと側がすごい体重乗ってるの分かります、はい、64.6% も乗ってるんですよ、はあはあはあ、前側が 35.4% しか乗ってないんですね、はい、でここにね、まあ、論文の小論文とかが集められたものとか、その運動機能に対してのね本がありますけど、はい、ここに書いてあるんですね、はい、患者の体重が後方にあることを示しているっていうので、膝関節、股関節、脊柱の機能障害の原因となると論文で書かれてるんですよ。なんでかかとに荷重があるってことは膝関節、股関節、脊柱の機能障害の原因となると、だからあなたインソール作らないとダメですねって話なんですよ。かかと荷重なんであんまよろしくないですよっていうのと、左右のバランスに関してはそんなにむちゃくちゃ悪くはない、はあはあはあ、でバランスなんですけど結構ね綺麗なバランスしてるんですよ。重心線がそんなブレてないから円が小さいんですね。私はそんな悪くないバランスはね、けど性的なバランスねいいんですけど、こっちで動的なバランスを見た時にもう少しねこの点線がね均等に出て、で外から回ってきてほしいんです、うん、こっちも。でこれちょっとこっちが分かりやすいですけど、こうやってクイッて入ってるじゃないですか、でまたここにクイッて入ってるじゃないですか、左足の歩き方が相当悪いですねって話なんですよ。でこの荷重バランス的に見てると右の膝も痛くなりやすいので気をつけてねって感じ。ゴルフで言うとめちゃめちゃ分かりやすいんですけど、はい、スウェイ止めたいじゃないですか、むっちゃスウェイスウェイするでしょ、するまっちゃん、ここに体重乗ってるからです。えスウェイポジションっていうのに乗ってるから無理やねんってごめんなさいね、一生懸命ゴルフやってる人もごめんなさいね、練習してもスウェイ治らへんからねいいぞ、できます。だから僕ちょっと上手くなります、楽勝、めっちゃ上手くなります。普通飛距離上がるんで、僕絶対距離出ないでしょ、出ない、だってブレてんもんだって。この才能がね、はい、アスリートとして考えますね、はい、まっちゃんねこの軸でね回るむっちゃ上手なんですよ、この円が綺麗なんで、はい、いびつな人いっぱいいるんですよ、こんな感じ、ほら全然違うでしょ、めっちゃ縦長いびするじゃないですか、はい、でもパラリンピックの8位入賞の人がいるんですけど、めっちゃ綺麗でしょ、円めっちゃ綺麗だ、はい、そういうことなんですよ、パラアスリートですからね。で、日本最高峰のパフォーマンスを持ってるっていうプロスノーボーダーの人がいるんですけど、こうなんです。おい、ちっちゃ！そうです。軸回転がむっちゃ上手なんで、彼。ミスターパーフェクトって言われてるんですよ。とりあえずこけない人って言われてるんですよ。その、ちょっとね、これがこう、いびつな人はこけやすい。こけやすいっていうか、バランス崩れやすいですね。うちの子がすごく、靴合ってない可能性ありますね。すごい大事な。足を育てるって書いて足育って言うんですけど、足第二の脳なんて言われて久しいですけど、子供の脳の発達まで影響するんです。でもあの子らさ、すぐサイズ変わるやん。すぐサイズ変わるんですけど、靴もすぐあかんくしてくるでしょう。だから半年に1回靴変えたらいいんですよ。半年に大きくなる足のサイズってだいたい 0.5 センチなんですよ。ちょっとインソール入れないといけないじゃん。でそんな既製品でいいです。マジで？そんないいの入れる必要ないですよ。子供の時なんてピッピッピッって入れる。それでそもそも足が柔らかいんで、何歩でもその正しく育つように綺麗な形のインソール入れてあげるだけでいいです。ほんだらこけなくなる。はい、マジで合ってる靴履いてる、大きいです履いてるのは絶対。あ、そう、うん、あとこれ絶対使ったらあかんすけど、履かしたらです。使いましょう。やめよう、あかん足壊れます。絶対履かしてないですね、うん。こっちに来てる子で、オスグッドの子、シーバービオの子来るじゃないですか。履いてませんでしたかで 100% の差け。マジで？ほんでスウェイの話ね。あ、スウェイの、はい、直したいじゃないですか。靴のフィッティングとインソールですよ。それで終わりです。だから僕はもう勝手にスウェイしなくなるんですよ。勝手にしにくくなるんで、その形でフォームを覚えればいいじゃないですか。そうそう。はい、今回僕はゴルフだって言ったからあれだけど、はい、来る患者さんが何々がしたいんだけどもっていう明確に言ってくれた方が先生はやりやすい。そうですね、あの競技に合わせて説明できるんで、まあ、こう見えてね、日本とアメリカのトレーナーの免許取ってるんで。かっこいい。ポキアン、これはねなかなかだわ。ここまでやってるお店少ないじゃん。やっぱりこれは定期的に検査するんだ、うん、定期的にやりますし、1年に1回ぐらいで靴とインソールとを変えて、僕に合ってない靴を僕が履いてた場合は、うん、足の形崩れていくんですよ、どんどん。なんでどんどん体悪くなっていっちゃうので、僕らが施術でやってもやっぱ靴って履くじゃないですか。現代人なんで裸足であることはないじゃないですか、原始人じゃないから。やっぱそこですよね、は
靴になってくるんですよ。靴とかインソールでその人の運動のコントロール、だから2センチずれたら体が壊れるっていうのは研究に研究を重ねられたエビデンスなので、もう結果なんですよ。それをどう食い止めるかが、うん、そう、あのこれからの、まあ、治療、そう、僕だからこれを世界に広めたくって、はあはあ、今まではお医者さんが広めていたはずなんですよ、うん、じゃあお医者さんって結構利権絡みになっちゃうんで、そうだね、だから自分の都合が悪くなってやめたってなって積極的にやらなくなったりするんですね。でそうじゃなくて僕らはもう自分の都合とか関係なく、そのいいものなので世界に広めたいっていうのがあるんで、うん、この考え方をで間違いなく日本が最強です。嘘、この分析力とか考え方とか最高にすごいレベルなんでしょうけど、うんうん、僕が知ってる限りではここまでやってる店がないんです。来たことない。だから僕これ広めたいんです。単純にだけど、うん、靴が合ってるかどうかを見に来るだけでもいいのかい、うん、全然いいですよ。じゃあスタッフ全員を伝えられるので、それが合ってる合ってないもん、はい、じゃあもうそれぐらいの軽いノリでね来ていただければ、靴が一つ変わるだけで人生変わるってことですか。人生変わりますね。インソール入ると人生が生まれ変わるって感じです。あらー、はい、ありがとうございました。体をねほぼ触ってもらわない不思議な回でございましたけど、めちゃくちゃ面白い回でございました。まず自分の体を知っていただいてね、そうなんです、そっからビシッと良くしていくというところでございましたね。はい、本手先生、はい、特典、うん、下の概要欄から特典の方を見ていただいて、ぜひご予約、予約取れるの、まだ、まあまあ結構パツパツです。運が悪いと1ヶ月先ぐらいになります。平日と休日だってどっちが取りやすいとかありますか。休日は日曜日はごめんなさいお休みをいただいております、はい、じゃあ土曜日ですね。水日お休みいただいてる、土曜日ですね。あ、はい、土曜日忙しい、土曜日が1ヶ月先とかになるですね。いや平日はまだ、うん、もうちょっとだけ、まだ結構できます。はい、平日もちょっとだけ余裕ございますので、うん、できれば平日に来ていただけるとよいかなと思います、はいはい、またの機会をお楽しみに。それではさようなら、お疲れ様でございました。本当に面白い滋賀の双子のお兄ちゃんの方でした。ありがとうございました。怖いの、あ、すごい面白いよね。ちょっと頭おかしいもんね。もうちょっと頭おかしいちょっと待って、ちょっと待って、50歩や、レクソ、アナクソ。